よし、よし、あーどうも、あーどうも、今日はちょっとね、場所を変えまして、そうですね、ソーフェスの楽屋、はい、オーイースト、オーイースト、昔はこれオンエアって言ったっけ、オンエアですね、はい、だよね、何度かやりましたね、何度もやってんじゃん、やってますね、の楽屋からお届けしてます、はい、なので多少こうリハの音もね、入りつつ、困るね、まあいいんじゃない、臨場感があって、うん、なんかそういえば、うん、マリオをさ、うん、車で送ってった時に聞いたんだけど、うん、はい、今年も走ったらしいね、走りましたよ、例のマラソン、なんかメール来てますね、24時間マラソン、これ写真が、これ盗撮やめてもらいたいね、盗撮なんだこれ、盗撮か、誰が写ってんのこれ、まあうちのメンバーが写ってる、あ、俺もいるねこれ、テントの中にね、盗撮はやめてもらいたいな、今回ね、晴れたの、晴れない晴れない、また2日目雨で、雨なんだ、過酷だね、過酷ですね、まあしょうがないね、こんな梅雨のど真ん中にやるんだから、うん、そうだね、今年はさ、なんかすっごいなんか土砂降りな感じがすごいじゃん、スコールみたいな、そう、あれはなかったよね、あれはなかったんだ、うん、あんまりひどいのは一瞬だったけどね、あ、そう、うん、すごいひどいのは一瞬、なるほどね、俺が走ってる時だったけどね、あ、その中走ったら、うん、すごいね、水牛だね、もうそうだね、うん、まあ、あとはなんかそんなにだね、大したことない、大したことない、なんかメールは何ですか、これは、1年のご無沙汰でございます、はい、松高子の元大統領親方です、松高子っていたね、お総理様です、うん、今年も夢の島チャリティーリレー24時間の部に参加しました、はい、天気予報が今年も雨マーク、不安の中13時スタート、最初の1周目は超スローペースで小太郎さんたちのテントを調査、うん、幸運にも1周目に発見、うん、しかも小太郎さんらしき大柄な方が、なるほど、その後日が暮れるまでの間に何度も幸太郎さんを発見するも圧倒的な威圧感に今年も激震、圧倒的な威圧感俺監督だからもう常に外でさベンチに座ってザッケローニーみたいになってた、小太郎くん、マジで、遠くから鹿テントを見ることができないピーたち、うん、ピーたちはテントに戻るたびに情報交換、テント前でリクライニングチェアに腰掛け足を組んでいた、うん、足長えとか、うん、翔ちゃんいたよねとか、漫画娯楽読んでたよなど、なるほど、そして夜が明けた6時15分、うん、松高子のテント付近をすでに走れなくなったマリオさんがウォーキングで着いた、うん、すっかり疲れ切ったマリオさんにマリオさんって声をかけると、うん、満面の笑みで食いしたバカじゃねえの今年も相当息が上がっていまして、うん、あ、入ってませんでしたか、うん、今年もスタート直後に救急車来るし暑いし雨降るし、うん、オーマイパスで茹でるのを遅いしと大変でしたが、うん、楽しい24時間でした、今年は勇気を振り絞って小太郎さんに声をかけ、うん、手を振っていただきました、なるほど、今年3回目のマスター講座は昨年より順位を上げて81位でした、81位、大会運営スタッフにチーム名を覚えていただきましたし、うん、TBS の方にもチーム名で喜んでいただきました、なるほど、本当にお疲れ様でした、あ、ちなみに小太郎君たちのチームは何位だったの、63位かな、それ年々上げてるってこと、いや、その前47位だったから、その去年は全くダメだったけど人いなくて、あ、人、そうか、うん、今年も人はいなかったけどね、まあ、マリオが登場するってあたりでもう大体もう人手不足が分かるよねこれ、その前40位だから、じゃあ最高順位は40位かな今のところ、うん、ね、それで、うん、あのマリオはもう最後の1時間出走禁止にしたから遅すぎて遅すぎて、最後の1時間で67位だったのね最後、はい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 、ここで俺は65まで上げるのが俺の監督としてザッケローニとして使命だと思ったわけですよ、うんうん、でいろいろこう指示を出してて、なるほど、走りとかこう、うん、タイムでね、タイムでね、でマリオが僕走りますって言うからお前はいいって、なるほどね、順位が下がるからね、うん、よく寝てたらしいねマリオ、いびっかいですよすごいよ、寝れないよ言ってた、俺寝れなかったもん、ハタボーが言ってた、ハタボーがなんかいろいろまあうるさいし、そんな寝れる環境じゃないでしょ、まあそのなりでハタボーも寝たけどね、そうなんだいや、マリオさんがよく寝るんですよって言って、だから別にこれスイーピングマラソンって、いやでもマリオはだって来てちょっと走ったらもうグーグーでしたからね、そうなんだ、しかもいびっかいてんだもん、じゃあ本格的に寝てるんだ、本格的に寝てたよ、で走ったのはなんか何周でもないっつってたよね、あいつ結局走ったら6周ぐらいって言ってた、そうそうそう言ってた、
僕はあんまり走れなかったんですよ。6周ってことは10キロないからねそれでもあれなんでありがたいんだ。まあ人いないよりはね。だからさ、結局さ、まあ、夜中はありがたかったよ。あ、そうかそうか。とにかく夜帰って朝来るっていう、その、まあ、人が多いの終電ぐらいからその始発ぐらいが誰もいないよね。なるほどね。そこにマリオ、ミッドナイトランナーがとにかく必要なんだね。そこにマリオがでもいてくれたけどありがたい。なるほど。でこれでモビーがこう言ったんだよ俺に、小田さん一周何分で走ればいいですかって言ったら、うん、まあそうね、5分台で帰ってくればいいよって言ったら、うん、あ、じゃあ僕2時間ぐらいは持たせますからってこう言ったんだよね。マジで、ね、モビー入れればいいじゃん。ライダー走るらしいよね。モビーだってフルマラソンとかも出てるんでしょ。あと早いんだよ。結構早いらしいよね。早いんだよ。じゃあ何、人数はあと何人ぐらい必要なの。だとにかく24時間ずっといてくれる人が欲しいよ。あ、そういうことか、うん、大人数で。あ、人数が決まってんだ。そう、工事も今年走ったんだけど、うん、9時過ぎぐらいにじゃあ失礼します帰っちゃったんだよ。そうだよね、うん、仕事があるもんね。そうそう、だからその後ね、9時から翌朝の6時まで募集なんですよ、うん、つまり夜勤か、うん、ここ募集なんだよね。マリオしかいないねここもね、5人ぐらいで回すのは結構大変だよ。その時間暇なのマリオしかいねえもんな。でもそこは今年マリオ寝てたけどね。寝てたの、まあ、起こして走り出したけどねそうか、確かに夜中だな。夜中は何、こうだからそこはね、もう明るくも照らされてるわけ、ずっと。あのね、9時ぐらいからね、うん、結構落ちる。暗くなる。暗くなる、割と。でも人は見えるでしょ。ああ、知らない人だったら顔分かんないかも。そんな暗くなっちゃうの、うん、ミッドナイト。ミッドナイトだよ結構。じゃあど別になんかあの炭鉱夫みたいなこうライトつけて。あ、人によってはいるよ。あ、いるんだ、うん、やっぱり、うん、へえ。あと自転車につけるのピカピカつけてる、ね、ピカピカつけてるやつね、うん、じゃああれをつけないとちょっと誰だか分かんないぐらい暗くなっちゃう、うん、まあ、知らない人だったら分かんないね。へえ、それちょっと怖いな、うん、俺がマリオ見たら分かるけど、うん、他の人がマリオ見ても分かんないかなみたいな。あ、そうか、ちょっと見てみたいな、それ。いやー、結構大変だよ。そう、で今年またエースが不在だったんだけど、エースは朝6時に登場したんだよ、うん、あの時もう俺メシアだったねまさしくメシア、救世主、救世主来たーと思って、うん、バーチって言うんだけど、うん、バーチに駆けつけ5周いけるって言ったら余裕っすって余裕っすって言ったの。その段階からちょっとじわって上がったんだね、順位が。なるほど、やっぱ早かったんだね。俺も足痛かったけど頑張ったよ。じゃああとはモビーか、来年は。これモビー入ったらまた40代に帰るだけだな。そうだね、うん、モビーだったらいけそうで、あと一人なんか。ただ深夜枠がね、深夜枠か、深夜枠が埋まってればね。なるほどな。どっかのコンビニの店長とか引き抜くしかねえな、これ。結構だって よそのチーム見てるとみんないるもん、24時間ずっと、うん、ああそうね、年に一度。そう、結構やってるようなことだもんな。そうだね、今年でもギターマガジンのさ副編集長のチームがいなくて、うん、心配してメールしたんだよ。そしたら、うん、いや今年はなんかみんな帰りたいって言われて6時間にしたんですよあれあるの、6時間レースとか。4時間6時間。ああ、そうなの。コースがあの同じコース走るんだけど、うん、あるんですよ。いや、メニューがあるんですよ。俺も最初は6時間でスタートしてるから。そうなんだ。4時間かで一番長いのが24時間。そう、耐久レース。でも24時間は一人で走ってる人もいるからね。一人エントリー。一人エントリーだよ。すごいね、うん、すごい。でこれ具合悪くなる人とか出ないの。救急車で運ばれるよ大体、毎日一人二人はそれやっぱ高齢なんだ。高齢ですよ。死んじゃう人はいないの、これ。ドンとかやるんでしょ。死んではないと思うけど、やっぱりなんかこう脱水起こしたり、うん、いますよ。そうなの、うん、そう、24時間走れねえよな。一人だよ。170cc ぐらいしてるのかな。そうなんだ、すごいよね。24時間起きてるんだって大変だもんね。うちのエースもだから去年は一人で12時間走ったんだよ。半分走っちゃった、うん、へえ。やっぱり一人はつまんないっつって今年また無事。そうなんだ、やっぱ走ってて面白くないんだね、うん、やっぱレースだからね。そうだそうだよね。なんかちょっと最初はダラダラ走ってんだけど、うん、だんだんレースになってくるんだよね。あ、だんだん燃えてんで、最後の1時間とかが、うん、完全短距離走だから最後の1時間。なるほど。そうするとザッケローニとしても、ザッケローニは采配厳しいよ。なるほどねえ、俺の後ろにマリオ飛ばして、常にマリオ5分おきにマリオ何位だっつって10位。なるほど、もう10位よ。もう今ネットですごいからさ。ああ、なるほど。すぐ分かるんだ。あと 2秒で追いつきますとか言ったら、ああすげえ、ラップも見てるんだね。ラップでやってるんです。
F1 だね。F1 だよ。それはマリオ出せないでしょ。出せないでしょ。俺のザッケリオニチェアでね。ね、俺も最初は余裕で漫画コラボ読んでたんだけど、もうそっからはもう最後と。なるほど。じゃあ最後の1時間が見どころだ。うん、ザッケリオニ。いや、これちょっと来週とか簡単に編集してほしいな、小田君。YouTube とか上げてよ。映像？映像。残ってないんですよ。だからさ、来年ぐらいからさ、あ、来年ね、もうやる気のところからさ、いいよ、来年だからね、あの友達のカメラマンにも入ってもらおうって言って、いいよな、いいよな、ドキュメンタリー作ろうって、ドキュメンタリーいいよな、うん、YouTube だったら相当いいよな、20分ぐらいにまとめて、20分ぐらいの、ね、ノンフィクション的な始まりやって、よ、渡辺君。やりますよ、来年は。で、一人一人、それぞれのさ、それぞれのね、職業の紹介もあってさ、うん、また今年俺らすごいんで、助け渡すところの前がテントだったんだよね。ああそうなんだ。でこれ体のうち南軍機と池袋教授の T シャツが飾ってあるからさ。なるほどね、うん、でこのテントは自分で貼るの？貼るんですよ。でこれがあれか、去年貼るときにちょっと、去年はまあまあうまくいったの。いつだっけ、初年度だよ、ね、失敗したっすよね。初年度で、ね、今年は多分この24時間のこの中でも、うん、美しいテントベスト3で入るからテント審査部門があるならば、ビューティフルテントなったと思うんですよ。しかもなんかあの、うん、こういろいろ 布とか買ってってさ、うん、カフェみたいにしたくる。もう自分のところでだ、うん、カフェ、うん、すごいね。またね、友達がね、あの去年から参加してくれた友達がね、うん、PTA で張りまくってるっつうんだよ、テントPTA もう子供の運動ものすごいテクニック、テクニック感で、ね、テクニックの速さで、それ強いね。工事もしかもさ、今年来た工事もさ、あいつアウトドア男で、アウトドアでテントといえば工事でしょ。テントといえば工事。俺は工事、このテントは知らなかったんだよねこの張り方をね、これ PTA テントはね、これあとイベンターだね、夜音の時張るから。そうだね、確かにね。そうか、でジャンルが違ったんだ、工事してみれば。そうそうそう、でもやっぱ工事感が良かったね。ああ同じ、さすがにさすが、いろんなマニアがいるねこれテント張り、うん、こうでもテントもあれだよね、きっと綺麗なテントとかあるんだよね、きっとね。うち雨降っても上にたまんなかったからね。ああすごいすごい、ビシッとこう伸びる。 だいたいこうよどんじゃうもんね。そうなんだ、すごいな、素晴らしかったね。見てると楽しそうだよ、まあね、めちゃくちゃ。でもいつもね、夜中の4時ぐらいかな、うん、もうやんないと思うね。あ、来年はもういいかな、もうやんないと思う。なるほど、膝から腰に来る頃ですよ。そうだね。でもまた来年やっちゃう感じだね。まあやるだろうね。結構今年最後の1時間で面白かったからね。去年はそれどころじゃなかったけど。あ、そうなんだ。だからほら、俺が骨折ったのも最後の1時間だから。あ、そうか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 。じゃあ折るよ。そうだね。そりゃそうだな。しかしこのトラックってやっぱ走りやすいね。本当全然違う、跳ね返りが。あ、そうなんだ。外のこのアスファルトは、アスファルトのね、ジョギングしたりすると、うん、だいたい膝悪くしたりね。そう、でもトラックは素晴らしい。やっぱそういうもんなんだね、うん、ね。そうか、でもブルーと白のテントでいいじゃないですか。来年でももうちょっと派手にしたいな、テントが。これ自前なのかどうか。ん、違うよ、あの借りるの。借りるんだよ、うち。寝袋とね。これ応援にだけ来る人もいるの？いるよ。頑張れって言って。いるけどそんなにないのかな。みんな。まあたまにほら彼女とかが来る。ああ、そうかそうかそうか。ちょっと立ち寄りでね。そうそうそう。でうちも今年なんかさ、うん、毎年走ってくる若手がいるんだけどさ、うん、そいつがさ、彼女できたっつうんだよ。ああ、ついにできたっけな、うん。そう。で11時に来ますっつうんだよね。うん、じゃあ夜の11時。じゃあ朝の。朝の11時よ、うん。ラスト2時間ですよ。なるほど。もういいとこ見せようと思ったんだろうね。なるほど。で、今年なんか面白くて、給水所のとこにパンケーキ屋があったんだよ。パンケーキ、走りながら食うのかって話なんだけど、パンケーキがある。パンケーキがあるんだ。それ彼女に食べさせようと思ったんだろうね。パンケーキはね。うん、パンケーキをパッと取って、パンケーキ持って走ってきたんだよ。ところが、彼女に入ってたんだけど、彼女いらないって言ったんだよ。よく見たら、パンケーキが雨でずぶ濡れだったんだよ。なるほど。濡れてるパンケーキ。ずぶ濡れのパンケーキ。厳しいね、ふにゃふにゃだね、もう。食べなきゃないじゃないよ。いやー、まだ出来たてって感じだね、じゃな。そうだね。パンケーキいろいろに、うん。そうですか。まあ、終わってそのままブグロ戻って、銭湯行って、うん、飲み会ですよ。
その後の飲み方とかどうなってんの。いや最初はね、うん、酒なんかもう飲めねえよって感じなんだよ、うん、もう辛くて、うん、ね疲れてるしね。面白いもんでね、1時間ぐらい飲んでるとね、通常よりもあの吸い込みいいっていうかね調子上がっちゃうんだよね。で結局この日だって4時から飲んでさ、うん、11時ぐらいになったら俺もジャックダニエルダブルでガンガン飲んだもんね。随分いっちゃったな、うん、あそうなんだ、うん、その時もハタボーがハイボール飲んでたよ。ハイボールハタハイボールハタなりますね必ずね、うん、ハイボールを飲む男。そうなんだ面白いな、ね、お二人様こんばんは。どうも。以前読んでいただきました豊島園で女の子に振られた曇り男です、うん、はい。読んでいただいたのも慰めの言葉にし何度聞いたか分かりません、うんうん、先日その反動でベストを買いました。それが好きなんだ。これで僕も元は PMP です。なるほど、お二人も大型を取るとのことですが4年前に僕が通ってた教習所は、うん、変な教官が多かったです、うん、車の路上教習では前を走っているプリウスを見て教官がいきなり、うん、ハイブリッドカーってこんなもんみたいだなと言い出しました。なんでですかと聞くと、うん、だって地球は汚してくれないけど走りたいんだろ。そういうこと。うまいこと言うね。うまいこと言うわ。やりたいけど怖いから中断弁つけんだろお前も、うん、といまいちなってる。僕はギアを急ぐ落としました。なるほど、急ぐ落としたんだ。エンジンブレーキつまり自分でエンジンブレーキなんだねこれ。加藤さんもおっしゃっていたバイクの教習所の二人より、うん、小手船親父教官のお名前にしがみつきましたね、うん、お二人も、教習所選びは慎重になさって安全で運転でお願いします。なるほど、うまいこと言う教官がいるな。いいこと言うな。地球汚したくね。走りたいみたいなね。すごいな。素人の時代だねこれ。そうね、うん、面白い素人いっぱい。教官って結構面白いもんね。あそう、うん、面白いやつは、うん、俺の時代はあんまり巡り合わなかったな。あそう、結構巡り合ったな。車の時もさ、うん、日曜日月曜日に行ったら、うん、昨日の日曜日の休みに、うん、パチンコ屋に行ったらものすごい儲けたって自慢話が永遠とする教官がいた。なるほど、運転しながら君はパチンコやんないのか。やりますよって言った瞬間に聞いてねえのに昨日はすごかった。なるほどね。そうなんだ。でも今教習所もな30万ぐらいかかんねえな。コレクターズオン中。はい、いつもごちそうさまです。どうも楽しく拝聴しております。はい、初体験が何年前でどの曲だったかもう忘れましたが本も音楽もオールジナルでとりあえず口に入れちゃう割に中身を確認しないでゴーできる著者やバンドは数少なく、うん、コレクターズはそんな素敵な例外の一つ。ああそうなんだ。ずっと支えていただきました。清志郎が死んだ日ショックが大きくて学校休んだ。高校生の時落語家の子さんが死んだ時も休んだ、うん、ポッドキャストに巡り合って、それ以来こたるごとにお二人の世界観に慰められてきました。ほう、先日やっとお気に入りのバンドコレクターズと池袋24時のお二人が同一人物だということに気がつきました。お世話、今まで何やってたんだよ本当に。なんでなの怪奇現象だよこれ。びっくりしました、うん、びっくりした。こっちがびっくり。早く言ってくれんとそういうことは。気がついてよ。気がつけよ普通。告知してるよな。あんまりファンとして不真面目すぎたと反省して、うん、慌ててライブ映像や YouTube の自分が生まれた年に放送していたというお二人のテレビ出演時の映像などを見ていました。はいはいはい、ビジュアルからして時代と仲良くできない本物のロックの厚さを感じて、うん、改めて惚れ直しました、うん、あの歌がギターが好きだったのに池袋24時でうっすら恋心を抱いていたあの人たちが同じなんて偉いことです。どっちがどっちなのこれ。分かんないんだよ。で人生初のファンレターでベンベがドキドキしつつらしくないことをしました。失礼しました、はい、最近地元のマンションのグランコート古市、うん、古市って地名、うん、みたいな看板見るだけで多少不整脈になるんで、うん、情熱アウトプットしとかんとそろそろやばい。なるほど、末永く時代に合わせて呼吸するつもりはないって感じで頑張ってください。あんまり遠く行っちゃやだよ売れるなって言ってるわけじゃない、うん、大阪の南の交差点より愛を込めて鈴木泉。つまりなんかあんまりこう有名になってほしくもないし自分のものでいってほしいっていうのもだからまあハイブリッド化みたいなもんでしょうから。まあまあそうだね。、うん、まあ簡単に言ってしまえばそういうことですね。地球は汚したくないけど走りたい。そう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 、まあ、そういう人多いんだろうな。まあ多いでしょう、うん、
加藤さん、小田さん、こんにちは。どうも。早速ですが質問です。はい、前からベランダで育てているゴーヤの成長が悪く、なかなかゴーヤの何成長が悪い、なかなか身幅が大きくなりません。これから夏に向けたくさんゴーヤを収穫するにはどうしたらいいでしょうか。まあ、俺ら分からねえだろな。農業やってるわけじゃないんだよお前、この番組は。本当なんかでも肥料みたいなのがあんのかね。どうなんだ、やっぱ天気じゃない。天気なの、うん、やっぱ日光だと思うよ。日光、フォルエラーで太陽の光が自分を進めてくれって言ったんだよ。いやいや、そうだけど、フォルエラーもそう言ったよね、うん、確かに。だって俺だって天気がいい日、太陽が出てるとやっぱノリが違うね。まあノリが違うね、確かに。人間ゴーヤにしてみたらもっと違うよ。そうだよ、ゴーヤだって太陽じゃなきゃ沖縄の沖縄育ちだもん。そう、沖縄で生まれの沖縄育ちって言ってもじゃないもんね。そうそうそう、大丈夫、暑くなれば大丈夫。そうそう、太陽だよ、太陽に当ててあげて。太陽、小田哲郎さんのコレクターズの評価、ん、小田哲郎さんのコレクターズ評価、うん、初めてメールします。大田区在住、袋ネーム北上ニック鬼剣梅と申します。はい、青春時代を北上桜ホールの近くの高校で過ごした33歳です。おお、つまり俺と同じね。何でも違うね。違うんだ。あの他にもあるもんね。仲の良い高島平出身の先輩の紹介で聞き始め、うん、この番組をね、うん、コウタラさんが岩手に縁があるというだけで妙に親近感が湧いて、リーガーのハイトンボスに魅了され、はい、2年半経ったと。なるほど。出勤中の電車の中で池袋24時を聞き、仕事の休憩時間に聞き、帰りの電車の中で聞き、シーズン1から4までのアーカイブ最新作を交互に聞き回す毎日が日常のライフスタイルとなっております。お、私の生活での情報源はほぼ池袋24時となっております。すごいな。さて、今回メールしましたのは、うん、言うべきか言わんべきか半年間悩み続けた結果、うん、やはり熱狂的フィートしてお二人に報告しておくべきだと思い、うん、脱弁弁となりました。なるほど。去年の年末に飲み屋で隣で飲んでいた、うん、どこか見たことのある紳士、うん、後から小田哲郎さんと気づく。おお、紳士はどうも音楽関係の人らしく、お酒を飲んで上機嫌上機嫌だね。そこらここらにいる人たちと絡み始め、絡んだ、みんなの人生の悩み相談をするよと言い始めたんです。本当のこと真逆だねこれ。私はひどく酔っていたせいもあって調子に乗り、うん、思い切ってどうしてコレクターズやルックスも売るためも良いのに大ブレイクしないんですかと聞いたところ、うん、小田哲郎さんがボーカルの加藤君、うん、彼はちょっと太っちゃったんだよねと。よく俺たちを分析してたってことだよ。これ超面白い。彼がちょっと太っちゃったんだよねと冗談でも本気でも取れるコメント。なるほど。私はなんかもっと音楽性やらレベルの問題なのかなと思っていたら、なるほど、ただそれだけなのって感じでポカンとしてると、うん、でも俺好きだなコレクターと言ってる。面白い。これ絶対面白いよこれ小田君。なんかそれ聞いたらやっぱりこの小田哲郎は分かってるなと妙に納得して、いい朝から飲んだと。いい人だこれ。久しぶりに出たね小田君、宮古町長。出たね。出たねこれ。送ろうよ小田さんに。いいですよ。最近は近所の薬局で梅人参を買いあさっておりますと。うわー、お前小田哲郎いいな。ちょっと太っちゃったよ。ちょっと太っちゃったんだよね。ね、超面白い。でもそう、やっぱでも俺好きだな。俺らでいいよ。いいよね。でも俺好きだな。いい。ありがたいな。ちゃんと聞いててくれた。小田哲郎さんだよ。本当だよ。次のプロデューサーも小田さんだね。しかいないね。これ。いない。ね。いない。だって俺好きだなって言ったんだよ。いいわ。いやこれは面白い。久しぶりに面白いな。本当に俺好きだから。いいね。なでもそっちの世界の人が知っててくれたってすごいね。すげえ嬉しい。しかも詳しいんだよ。しかもすげえ詳しい。いいな。たまんないねこれ。とりあえず小田哲郎さんの事務所に送ろう CD 新作が。送ろうよ新作を送ろう。そう、痩せて出直しますと。手紙添えるよ添えよう。素晴らしいね哲郎。よく見てるな。ずっと見てるってことだよね。そうだね。まあ長いからね俺らも。長いけど面白すぎるなこれ。でも俺好き。
ひょっぽど酔ってたんだろうね、上機嫌だもん、伝わってくるもんね、上機嫌が顔が見えるもんね。今後のコレクターズ、はい、機械でありブートの主題歌、はい、午後機械でありブート2014が7月9日から全世界で配信、うわー世界中で、世界のコレクターズだ今やね、うん、すごいね、休んでる場合じゃねえな、7月23日通算20万円となるオリジナルアルバム鳴りやまないラブソングがリリースですね、はい、インスタイベントも始まります、はい、全8カ所、はい、そうなの、アルバムリリースに先駆けてツアーがスタート、先駆けツアー先になっちゃったんだね7月21日の熊谷ヘブンズルックから、ね、はい、全26カ所、はい、ファイナルは11月22日ゼップダイバーシティ東京と、なるほど、すごい、8月にフレッチコトの50歳を記念した事前、お前のブルース聞かせてくれと50歳でお前のブルースどんなどんな事前なんだってことだよ、これそうそう、ドキュメンタル DVD スイートロードトゥーユースが発売と、なるほど、9月10日は、スピッツさんのですね新規版参戦と今年も出させていただきます、うん、ありがたいね、9月28日は中津川ソーラー武道館、お出ますね、出ます、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽雑誌ドーナツのサイトにあるスクラップマガジンからダウンロード、はい、写真館は iTunes から外れたアーカイブもこちらにありますと、はい、いうことですね、毎週水曜日ツアーブックが出るんですよ、小田さん、そうですね、21日に合わせて、はい、これなんか最近のツアーはねパンフレットなかったからいいかもしれないですね、久しぶりにこういうのも、ね、もういいですよこれは、うん、もうパンフレット代わりにも買っていただきたい、そうだね、はい、ツアーに合わせて発売ということです、写真もかっこいいですよ、はい、P メール受付中、袋24はともなく gmail.com、はい、よろしくお願いします、よろしくです、じゃあまた来週、はい、ドゥザダウンロード、ドゥザダウンロード、えい。